本日はレスラーの藤本司さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この度、ファースト写真集 DVD 出すということですけども、はい、どういったきっかけで出すことになったんでしょうか。はい、ですね、まずうちの団体がアイスリボンっていうんですけど、はい、アイスリボンのリングアナの千春さんが、はい、まあ、記念に今一番いい時に、はい、つっか写真集出しなよってずっと言ってくださってたんですよ。はい、でそれで、まあ、いろんな方に相談をして、はい、あ、写真集出したいなって本当に私自身も思ったんですけど、はい、それがきっかけ、一番のきっかけがそれですね。はい、写真集撮るまでの経緯というかですね、はい、あ、エピソード、何か撮影でのエピソードとかいかがですか。そうですね、まず何を撮りたいかって言われて、はい、まあ、私はたくさんありすぎて、はい、まず絞る作業からしたんですけど、あ、まあそうですね、こんな感じで、はい、いつも、紙テープをファンの方に、はい、まい、なんていうんですか、巻いていただいてるので、はい、その紙テープに巻かれて、はい、撮影をしたいなと思ったんです、はい、でいつもピンクと青の紙テープをリングに投げてくださるので、うんうん、それに巻かれて表紙はこれにしました。何かもう本当グラビアアイドルと変わらないような、はい、美貌を持ってらっしゃいますけども、いやいや、努力していることとかってありますか。努力ですか。いや、でも戦う女は美しいんですよそうですか。はい、じゃあ写真集の、見どころとかあれば伺います。はい、写真集は普段私はあんまりこう露出する感じではないんですね、全く、はい、なんですけど、今回は、まあ、若干大人な藤本司を、はい、いや若干じゃないな、結構出してます。はい、はい、まあ表紙がこんな感じなんですけど、はい、裏表紙は、まあ、こんな感じで、はい、この海はどちらで撮られたの。はい、この海はどこだっけかな、なんか日本の遠い遠いどこかですそうですか。はい、初めてこうグラビアアイドルのような感じで写真撮られて、はい、どんな感じでしたか。実は初めてではなくて、まあ、写真は何度か撮ってるんですけど、はい、写真集自体は初めてなんですけど、はい、DVD はセカンドなんですよ。あ、セカンド2回目。ただあの時はデビューしてまだ1年も経ってないぐらいの時だったので、はい、まあ全然今とは違いますね。あ、そうですか。はい、あの時はまだこう慣れてないみたいな感じがあったんですけど、はい、今はがっつりとなるほど。はい、あともう一点、被災地の支援をずっとなさってるというふうに伺いました。はい、きっかけはどのようなことだったのか伺いますでしょうか。はい、まず私が宮城県出身なんですね。はい、で、まあ友達だったりとか、まあ、家族だったりとか、はい、親戚だったりとかが被害に遭って、はい、まあ、へこんでばかりもいられないかなっていうのが私の中にあったので、はい、じゃあプロレスやってるんだから、はい、なんか何かこうできないかなって思ったんですよ。はい、で生きるために、別にプロレスって必要じゃないと思うんですけど、うん、なんか娯楽はやっぱ必要だなと思って、はい、その娯楽の一つにプロレスを選んでくれるならいいなと思ったので、はい、その実際に被災地と言われている南三陸とか、はい、あと石巻、気仙沼、はい、陸前高田など行きまして、はい、そこでマットでプロレスをやったり、まあ、時にはリングを持ち込んでプロレスをやったりして、うん、まあ、避難所でとか仮設住宅とかでプロレスをして、はい、まあ、娯楽の一つとして、うん、楽しんでいただけたかなと思います。はい、現地の方の反応はどうでしたか。はい、もう大爆笑してました爆笑なんですか。はい、それはどうして。は、実際にプロレスの試合をするだけじゃなくて、はい、こうゴング体験とか、はい、あとチョップ体験とか、はい、そういったこう参加する形を、触れ合いみたいな感じですか。はい、やらせていただいたので、うん、はい、初めてプロレス見たよっていう方とか、うん、何十年ぶりにプロレスを見たよっていう方とかもいて、はい、なんかすごい楽しかったですね、私自身も。ああ、うん、そうですか。はい、わかりました。あと2点ほど伺います。はい、今年あと4ヶ月ぐらいになりましたが、はい、あと4ヶ月やりたいこと、これだけはやりたいっていうことはありますか。はい、
そうですね、せっかくフランスの方にも見ていただけてるので、はい、フランスで試合がしたくなりましたフランスを、はい、今まで世界には進出は、はい、イギリスとアメリカとメキシコには行ったことがあるんですけど、はい、フランスはないですね。あ、はい、ちょっと現地の方フランスでぜひ試合をさせていただけるようにちょっと言ってください。かなりフランス人の方は女性が好きなんでナンパとかお気に入りさんからされるんじゃないですか、ね、ちょっと行こうかなそうですか、はい、では最後にこれから買おうと思っている方、あるいはファンの方へのメッセージを伺いますか。はい、いつもはプロレスラーの藤本つかさで行ってるんですけども、今回の写真集とそしてこちらのDVD はですね、プロレスラーの藤本つかさだけじゃなくて、はい、まあ子供っぽいところもあり、大人っぽいところもあり、セクシーなところもありっていう、本当にいろんな私が垣間見れると思うので、皆さんぜひぜひ買って、1人10冊ぐらい買って家宝にしてくださいよろしくお願いします。お忙しいところありがとうございました、はい。